えーどうも、おはようございます。そっかじの久保でございます。今日も朝の相場解説やっていこうと思います。FX オリガルヒとそっかじ限定動画の皆様にお送りしております。10月6日朝6時なんですけども、ちょっと上昇トレンドにね、疑問が出てきました。まあ、この疑問ってのは何かっていうと、一方的な上昇トレンドがずっと続いていたんですけども、これが下落トレンドに移るとまではまだ言わないんですが、ちょうどですね、ここに、 おわんっていうかね、蓋をしたような形ができてきたんですよ。うん。まあそうなってくると、一番の安値が、ここになってますよね、げ先で。で、実体だけ見ても今ね、結構ね、安値がここになっちゃってるんですよね。うん。そうなってくると、一時的にせよ、横ばいがあり得るかな。そして、あの、セカンダリートレンドと言いますかね、ここで起きたような流れがあるわけでしょこのぐらいの大きな流れが。で、移動平均線を横切るぐらいの、 流れがここについてくるかもしれないんですよ、ね、ここから数えて下落幅がここまで来るみたいな感じですちょうどここもそうですよねあの介入があったにしてもここまで来ちゃってるわけですからそれでその後またね回復して移動平均線の上に出てきて上昇トレンドを作るっていう形にはなったんですけどもねでもここも上昇トレンドがずっと続いてきて一旦 えー、この移動平均線よりも下に来て、で、また上昇トレンドになるまでに、あの、数週間時間がかかったわけですよね。これと同じようなことが起きるんじゃないかな、ぐらいの疑問を思っています。そうなってるというふうに見てるわけじゃないんですよ。その可能性が出てきたから、一方的な上昇トレンド、倍だけで勝っていけるとは言わないよってことなんですよ。で、それが今週象徴的に現れてきました。特に火曜日の深夜、水曜日と木曜日ね。 昨日ととといっていうのは、なかなかね、私足場が気づけずに、昨日は二度もロスカットしちゃいましたからね。うん。そういう時にはちょっと慎重になっていかないとなっていけないところだと思います。じゃあ4時間の方見ていきます、ね。今日中に結論は出ないかもしれませんけどもね。ほら、これ4時間の移動平均線ですけども、あの、介入があった後ね、介入があったと思いますけども、下の方に集まってきたでしょ移動平均線の。だからこれが変わり目なんじゃないかなって考えるわけですよ。 あの倍一辺倒では勝てなくなってきてセルの方も考えていかないといけないってことですでもこれもあの瞬間的なのかこれがあの数週間に及ぶ長いものなのかっていう判断がまだつかないよってことなんですよで場合によっては来週ねもうこれ盛り返して上の方に行ってまたね上昇トレンドに回帰するかもしれませんけどもでもそれについてはこの動きが実際介入だったのかどうかぐらいは分かりたいですよね じゃあ次1時間です1時間は下落トレンドの方に完全に入ってると思いますね下落トレンドこの介入があったこれを境目にですよちょっと中央に線引きますこういう風に境目に上昇トレンド移動平均線の上にロウソク足が乗ってるのと移動平均線の下に集まってるのと全然動きが違うでしょこことこことね移動平均線とロウソク足の位置関係ですよ うん、だからこれ下落トレンドが起きてるわけですよこっちはね上昇トレンドが下落トレンドに転換してしまったのがこの火曜日の深夜の値動きってことになります、はい、で減少は捉えられたんですけどもじゃあこれからどうするんやっていうところにはまだ至ってないってことなんですいませんけども今日はこの辺で話を終わらせていただきますうーんまああの今日はね昨日に引き続いてエントリーを考えずにただ観察に徹した方がいいと思います はい。じゃ今のところ申し上げられるのはこのぐらいです。それではお疲れ様です。